ヒューマンキリング実況プレイ始めていきたいと思います。絵がすごい綺麗だな。泣いてるんだ。泣いてるのかい。いやー、なんかこんな可愛い女の子こんな状況になってるってどういうことなんだろうね。だいぶ前に、てか実況一番最初に上げた動画、無慈悲な笑顔って動画のゲームを上げたんですけど、その作者さんの超最新作らしいんですよね。それなのでやらない手はないなと思って始めることにしました。じゃあ、始めるも手紙を送るっていう、おしゃれだね。手紙送ろう。どういう話なんだろう。ん、かわいい。イロアス、水みたいな名前だね。大丈夫、私ならできる。それにみんなにヒーローって呼ばれている。うーわ、もういきなりこういう展開かよ。ヒーロー、どうした。あなたならきっと。私はあなたに手紙を書くから。そうか、あなたを選ぶから。俺を選んでくれるのね。あなたの名前を入れてください。ハオでよろしいですか。もちろん、ハオだからね。俺に手紙送ってくれてんの今。便箋買ってこなきゃ。あ、これ俺？室内を探索してください。オッケー。アイテムは何も持ってない。大事なものも持ってない。セーブは気軽にできるわけじゃないんだな。オッケー。棚の中には仕事とは関係ないものが入ってる。調べる気力は残ってない。あ、残業で疲れちゃったか。コーヒーメーカーがある。作る気力はないし飲みたくもない。確かにね、コーヒー苦手なんですよね。棚の中には仕事に関わる資料が入っている。調べる気力は残っていない。うん、気力が大体残ってないんだな。金庫があるが鍵がかかってる。開ける必要ないし開けたくない。無気力系だな。どうした？眼帯して。壊れたパソコンがある。わざと落としたわけではない。どっち？どっちなの？わざと落としてそうじゃん。ありがとう、ありがとう、ありがとう。老若男女、様々な人からの手紙だ。ゴミ箱に捨ててある。何やってる人なの？ライター的な？印刷機がある。最近は全く使っていない。どうした、どうした、どういう人なのお前。今は一応仕事の時間なので勝手に退社するわけにはいかない。何をやればいいの？なんかできることあったか、今。電話がある。きっとかかってこないだろう。はいはい。どうする？何ができるんだ？もう、あ、わかったわかった。ここになんかかかってんな。ある一定の状況下にて発砲する許可が書かれているものだ。何？警察官？今はその権限を使ってはいない。うわー、びっくりした。でも驚き方がちょっとオシャレだったから許してくれるだろうな。手紙が落ちている。拾ってみよう。私たちを助けて、ただ普通に生きていただけ。信じて待ってるのに、お母さんが帰ってこない。なんかあんのかな？私を、とかはないわね。この区切られてるのを、わお、た、た、ふ、い、だ、し、ま、の、お、が、か。あ、まあいいわ。やめようか。この手紙は？ん？他にも何枚か手紙が入ってるみたいだ。ん？ただごとじゃないって気づいたのか？最後の仕事か。かっこいいじゃん。お前何かっこいいな。どういう役回りなんだろう？あ、さっきの、あ、まだ、ことが起こってない時なのかな？これは、時系列的に。過去に手紙を送れたりするのかな？イロアスちゃんは。お母さん、室内を探索してください。オッケー。セーブが細かくしたいのだけれど。これエンド押してもセーブはできないもんね。オプションも関係ないよね。オッケー。セーブなしか、怖っ。お母さん遅いね。弟。ゴミ箱がある。わざわざ中を漁る必要はない。そうだね。電話がある。かける相手なんていない。ああ、で、うわ、血が流れてるってことは、ことを終えた後なのか。とりあえずさっきの部屋から調べるか、まずは。暗くなる前に家に戻るから待っててね、母。お母さん、なんで戻ってこないの？
なんかあったんだな今。特に気になるものはない。12月25日に丸がついてる。今日は12月25日、私の誕生日。ああ、そうなの。クリスマス誕生日か。月光に照らされた造花だ。クリスマス誕生日だとね、プレゼントが一緒にされちゃいそうだよね。割れた窓から冷たい風が入ってくる。あ、ここが玄関か。鍵はしっかりかかっている。あー、いろんな部屋行けるな。まあ、とりあえずこの部屋を、テレビがある。昔はよく見てたんだけどね。今は見てないんだ。まあ、とりあえず自分の部屋から調べてみるか。外に出る時のルールが書かれてる。あ、しっかりした家なんだね。1、自身について詳しく聞いて。あ、そういうことか。自身について詳しく聞く人には気をつけろ。まあまあそうだね。必ず帽子を持っていく。なんとかから離れる。何なんだろう。なんか特別な人なのかな。本棚だ。どの本を読む。不思議な小説。昔、夢を持つ一人の少年が夢のない少女に一つの夢を与えた。少女と少女は、あ、間違えた。少年と少女は夢のためにただただ前に進んだ。しかし、真実は残酷だった。二人は共存できない。少女の存在自体が少年とその夢を壊していたのだった。少女は迷わず消える選択をし、少年と夢を守った。少女の願いも届き、二人の夢は叶ったのだった。そして、その叶った二人の夢は終わりに近づいている。誰かに道を示したとき、虹かかる空の中に消えるのだろう。なんか、あれだね。前やったオルホスの夢みたいな話なのかな。お父さんが好きだったシェイクスピアの格言の本だ。パラパラめくると一つのある格言が目に入った。物事に良いも悪いもない。考え方によって良くも悪くもなる。まあね、どっちの目線で立つかにもよるしね。良くも悪くもか。まあなんかことを終えた後だから、なんかあるんだろうね。あるおとぎ話。ある夜、置き去りにされた双子、彼らは目印を頼りに家に帰る。しかし目印はすでになくなっており、当てもなくさまよう。ああ、なんか、ヘンゼルとグレーテルみたいな話だね。本の間に一枚の紙が挟まっている。お父さん、どこに行ったの？早く帰ってきて。お姉ちゃんとお母さんと一緒に待ってるか。ああ、弟が書いたのかな。中にはいろいろなものが入ってる。気になるものはない。私たちが、普段着る服やズボン、スカートなどが入ってる。私たち。かくれんぼするとき、ここに隠れてるけど。定番すぎてすぐ見つかるんだよね。まあね、家の中でのかくれんぼってめちゃくちゃ難しいよね。まあ結構好きだけどね。ベッドがある。絵画がある。うわー、絵画がある。絵画2枚も飾ってるなんてすごいね。いいとこの娘さんなのかな。お母さんの日記が置いてある。勝手に読むと怒られるだろう。あ、ここお母さんの部屋なんだ。だから私たちって意味か。おもちゃ箱だ。あ、お母さんと子供の部屋なのかな。写真立てがある。綺麗な月の空が写っている写真だ。帽子とコートがかかっている。これ使うのかな、のうち。本棚だ。どの本を読みますか。青い表紙の本だけ青いな。ある町で私利私欲のため暴れていた化け物をヒーローが倒し、みんなに称えられた幸せに暮らしたという物語の本。私が好きだった本。今はどうなん？ある一族の手記。ある一族についての手記だ。歴史やその特性について書かれている。どんな一族なんだ？謎々参考書。あー、謎解きもあんのかな？お母さんが昔に買ってくれた本だ。謎々を作る時のヒントやアドバイスが書かれている。そうなんだ。あ、ああ、そういうことか。悪い人について書かれた本だ。いずれ弟もこれを見なければならないだろう。どういうことなんだろうな。こっちは？ああ、ここに戻ってくるんだ。こことここ繋がってんだ。いいね。怖いな、雰囲気が。棚がある。中にはキッチンで使えそうなものと工具などが入っている。そういえばお母さんが言ってたな。お風呂に行く、そこのドアが壊れそうって。あ、そうなの。なんか、
響いてくるのかな。棚がある。中には縄やハサミ、ビニール袋がある。今は使わないだろう。そうなん。ああ、電話が鳴ってる。ここは取るしかないんだろうな。あ、弟どうした？今電話が鳴ってたよね。もしかしてお母さんから電話？うん、知らない人から。今お母さんは家にいるって。うわ、いないって言ったらいつから家にいないか聞かれたよ。お母さんの知り合いの人かな。こんないないって言ったらダメだろ。家に子供しかいないって教えてるみたいなもんだもんね。お母さんが家にいるかどうかを。ね、他に何か言ってなかった？あ、そういえば電話の奥から当たりかもなって聞こえたよ。当たりかも。お姉ちゃんどうかしたの？わ、なんか怒りそうじゃん。なんでもないよ。お母さん待っていようか。うん。怖。お前ランドセル背負ってるわけでもないのか。外を見て。やっぱりこの日は呪われている。うわ、怖い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 。あ、鳩か。どうしたお前。小鳥さん、この家人間近づいてる。この辺り囲ってる。うわ、そんな大状態で。そう。僕約束守る。最後まで君たち見ている。ありがとう。なんか、小鳥さんに話しかけるとセーブができる。うわー、そうなんだ。うま、いいやつだな。お母さんはいない。なら、私が。そうなるよな。私が代わりに守らなくちゃ。今の私にできること、何かあるかな。とりあえずセーブさせて。セーブしたのね。オッケー。お母さん戻ってくるよね。戻ってくると思う。弟を守る手段を考える。バスタオルやフェイスタオルなどが入ってる。今は必要ないだろう。洗濯カゴには何枚か服が入ってる。洗濯機だ。ここに隠すのか弟。湯船だ。お湯は入っていない。いやでもこういうとこに隠したってバレるからな。トイレだ。今は使わない。ああ、時間制限あったりするか？なんだこれ。電気のスイッチとその上にブレーカーがある。ああ、ホームアローン的なことすんのかな、今から。ホームアローン的な、食器が入ってる棚だ。電子レンジだ。流し台だ。包丁がある。取っとかなくていいか？コンロがある。お母さんからは危ないものと教わっている。まあね。冷蔵庫の中には手作りのケーキとブドウ、ワイン、肉が入ってる。今日のためにお母さんが用意したものだ。まあ、パーティーする予定だったのか。弟を守る手段か。ハサミとか持っとくか。どう守ろうか。とりあえずヒーローの本読むべきか。どうやって守るんだろうな。もう戻ってこないんだね。なに？これ、お母さんにそういうことされたってこと？外出れるのか？お母さんにそういうことされたってことなのか？なんか、いけにえみたいな感じなのか？帽子を持っていくべきなのか？そういうわけでもない。ヒーローになる本を読むか、とりあえず。ああ、関係ない。どうする？お母さんの日記だ。去年の12月のある日から途絶えてる。明日は娘の誕生日。あの子はヒーローが活躍する本が好きなので、夫が町に行き、私があの子の大好きなケーキを作る。あの子は12月25日、生誕祭に生まれたことを気にしている。でもそれを忘れるぐらい素敵な日にしてみせるから。あの子たちは私たちの宝物、絶対に幸せにしてみせるから。でも少し気になることを小鳥さんから聞いた。でも大丈夫。明日は素敵な日になるんだから。へえ、なんかあるな。それしかわかんないけど。夫が帰ってこない。あ、12月25日に一人一人帰ってこなくなってんのかな、今。夫が帰ってこない。小鳥さんがあの子に渡すはずだったプレゼントを持ってきてくれた。すべてを察してしまった。どういうことだろうな。小鳥さんに聞いた。誰なのかと。敵は取れそうにない。何？どういう家族なのこれ。お父さんは仕事だから遠くに出かけた。そう、あの子たちに伝えた。いつかは伝えないといけないけれど、今日だけは、あの子にこれ以上、この日を呪ってほしくない。
この日から街で見かけた悲しい目をして私に謝罪をした。その目が許せなくて殺したのか。プレゼントをベッドの下にいつかあの子に渡す。その時まであの日を忘れないように。ってことはベッドの下に何かあんだ。ベッドの下に何かがある。これは日記に書いてあったプレゼント。でも鍵がかかって開けない。そんなんわかるとこあったか今。ああ、わかった、そういうことか。12月26、25か。まずはあ、やっぱり、どうなんの、怖えな。何があったんだ。手紙と本。まずは手紙から。イロアス、誕生日おめでとう。プレゼントはお前の好きなヒーローの本だ。切ないが優しい話でお前が好きになるだろう。読んだら感想をくれるとお父さん嬉しいぞ。ヒーロー、うん、好きだったよ。今は好きじゃないのか。本のタイトルはヒューマンキリング、人殺し。うわ、怖いよな。人殺しをヒーローと捉えるところにあんのか、何か。どうなんだろう。私たちはただ普通に生きていたいだけ。お金も権力もいらない。奇跡は存在しないと知っている。だから私は神を否定しよう。そしてあなたを信じ運命に抗おう。ってことは俺が間に合わないとダメなんだ。みんなに選ばれ信頼されているヒーロー。私はヒーローになれるかな。ヒーローの字がもうヒューマンキリングの字じゃん。字じゃね、色じゃん。ヒーリングする。あ、目が赤くなったぞ。よし、行かねば。逃げられない。私たちでは、人と、なんて書けばいいのだろう。あ、んとか。んと、なんて書けばいいんだろう。現実だと信じたくなくて、こんなことになるなんて。わ、これ、もうそれこそ、なんか、あるんかな。まあまあ、読み進めてみるか。信じたくなくて、こんなことになるなんて。覚悟を決めないと。室内を探索してください。またか。もうちょい読めないか。読もう。なんかあんだろうな、絶対。2枚しかないのね。あ、全部で4枚あんだ。どういうことだ。え？少女からの手紙は全部で4枚あるでしょ？ 4 枚、なんで4枚読めねえんだ。私たちを助けて、ただ普通に生きていただけ。信じ。え、どういうこと？まあ、とりあえず今は2枚しか読めないってことね。ん？棚の中には仕事に関わる資料が入っている。一番多くあるのは、ある一族の資料だ。あ、これ現実の話だったんだ。棚の中には仕事に関わる資料が入っている。ああ、なるほどね。その一族が関わってきてんだ。じゃあ、コーヒーメーカーがある。ここでコーヒーを飲むことはもうないだろう。何すんだ。ハオの日記。俺の日記？書かないタイプだけど。自分の日記だ。去年の12月のある日から途切れてる。何？リンクしてんな。ついに情報をつかめた。理由は知らないが街に出てくる。ようだ。準備はできている。実行日は12月25日。明日は素敵な日になるだろう。そういえば部下を助けたのも12月25日だった。ああ、こいつはヒーローなのか、本当に。親を殺された彼らを引き取り、こちらの世界へ引き込んだことを今でも少し後悔している。あ、これ何？時系列どうなってんだ？彼らのような悲しい子をこれ以上生み出さないために。どういう感じなんだろう。まあ、とりあえず読むしかないわな。今はまだこれを見返す覚悟がない。いやー、なんかやったんだ、12月25日に、お前は。この日は、自分の罪を示すもの。神よ、もしも願いが叶うなら、償いの機会を。今か。今がそうなんだな。つまりは。どうする？壊れたパソコンがある。あの日に壊した。何したの？これもそうなの？金庫から銃を取り出すのか。やっぱりか。拳銃を手に入れた。そうなるわな、絶対に。一般人の所持は禁じられているが、特例にて所持を使用も強化されている。へえ、どういう人なんだろうな。壊れたパソコンがある。あの日に壊した。
あることに対しての感謝の手紙だ。この手紙の数こそが己の罪の大きさ。うわ、わかんねえな、まだ。印刷機がある、もう使わない。ある一定の状況下において、あ、なるほどね。これで最後になるだろう。さあ、12月25日、ミルク、あ、部下からの手紙読んでなかったな。手紙と共にある一族の資料が入ってる。ハオさん、お久しぶりです。あなたが追っていた奴らを見つけました。俺らはあなたのおかげで救われました。この町の人も同じです。だからこそ許せない。あなたを傷つけた奴らを絶対に許さない。そしてこれ以上誰も傷つかないように。もしかしてあの少女たちがある一族の末裔だったりしたのか。で、12月25日にお父さんが殺されたのか。ってことは、今、こいつは娘っていうかあの、イロアスちゃんたちを助けに行くんじゃなくて、本当は殺しに行くのか。だって、たくさんの人が包囲しているってことは、警察に包囲されてるってことなのか。あ、進んじゃった。そういうことなのか。ふう、重かった。でも、これでよしと。悪と戦う準備をしてください。だからこの悪は味方によって違うってことだもんな、絶対。うわぁ、むずい話だなぁ、これもまた。弟がいねえじゃん。小鳥さん、僕悲しい。どうした？何があったの？お前。増加の花。水も太陽も必要としない花。いやー、深いな。全然わかんねえけど。あ、だからか。だからか。その、ある一族だったから、詳しく聞かれたらダメで、帽子を持っていくと、これは警察から離れるってことか。てか、人から離れるなのかな。うわー、むずい話だな。まあ、これも読んだしな。全部。変わってたりはしないもんな。だから、この日にお母さんも殺されちゃったってことだもんな。帽子とか被るのか？被らない。もう一回ヒーローの本読んでみる？だからもうヒーローとは何なのかってなってんだ、今。テレビつけたりはしない。ゴミ箱がある。わざわざ中を漁る必要はない。弟死んでたりすんなよ、さすがに。赤い本がある。本のタイトルはヒューマンキリング。そうなんだ。12月に、あ、そうか。読まない。読めたりはしないんだね、まだ。お母さん、私頑張るから。弟はどこ消えたんだよ。とりあえずこのブレーカーとかもなんか、やりそうだな。なぁ。どうするんだろうな。ちょっと怖えな。この血もなんか後々分かってくんのかな。あれ、弟いねえじゃん、マジで。え、悪と戦う準備ができないぞ。始まんのか？包丁を手に入れた。なるほどね。まあそうなるわな、絶対に。でも、相手銃持ってんのに包丁じゃ絶対に勝てないぞ。ドラマや本の中では悪い人が使うことが多い。まあ、見方にもよるか、それも。家の外から気配がする。多分二人なんだ。玄関を開け、悪と戦ってください。勝てるの？てか弟は？目の前まで、ああ、セーブしちゃった。まあいいのか？いいか。目の前まで来てる。どうする？どうするってもう隠れてる場合ではないもんな。鍵はしっかりかかってる。開けたら後戻りできないだろう。いや、まだ待つか。なんかできることあるか？逆に。ベッドの下に隠れたりできるか？ベッド動かしたんだ。あ、ってことは、そういうことだよね。思った、今。弟はあそこに隠してるからベッド動かしてんだ。まあ、お姉ちゃんが何とかするから。とりあえず、これ着てったりはできないんだ。もう行ってくるよ。お姉ちゃん頑張ってくるからね。ヒューマンキリング呼んでっか。読めはしない。よし、行くよ、お母さん。行ってくるね。ドアに向かい決定ボタンを押すと鍵が開きます。正面から戦っても絶対に勝てない。きっと私が子供だって油断してるはず。それを利用すればいい。なるほど。あ、鳥が消えた。割れた窓から冷たい風が入ってくる。どうすんだ？